じゃあいいの見つけたの。何？安っ。ゆるキャン。あの、そんなの。ゆるキャン旅行。これも島村コラボのやつだと思うよ。高そうだ。3000円。いいんじゃない。口癖じゃん。だってちょっと楽しかったんだな。デブデデデブ。何か聞いてみようかな、お値下げ。あ、切れてる。ボワボワ。ピロ。ボワボワ。デブ。ボワ。すごいポップ売れてる。またあれかな。入院する羽目になっちゃうのかな。やばい。全然これ復活しねえじゃんね。スライム残ってんの？スライム切れてんの？いや、これ残ってんじゃん。写真を真似してたら、ちょっと何が？フェイスタオル、ちょっと気になったやつなかった。マルチカーポットとかいうなんかすげえ使えなさそうなやつも全部あって。ファミパーコット？なんか取れらなかった気がする。ファミパーコット？マクロカバーがどこに存在したのか分かんなかったんだよね。ファミパーコット？そんなに大丈夫？ぶっちゃん。ばっ。ばんばん。キングオブファイターズ。何受けてんの急に。バーバーって思い出した。もう返さないもう全部なくなってる。ナイトキッズ以外。ポイントはナイトキッズ以外。でもあそこの島村は全部あったの。おばみキッズ。でもあえて藤原豆腐店にした。あ、でもごめんごめん、私が買ったやつも在庫切れのやつだった、こっち。うん、ラッキーじゃん。豆腐店はあんだ。全然残ってるんだって、これだもん。気にして見して、なにこれ。いるこれ。なにこれ。リラックスショー。だから、いろいろ使えるやつでしょ。腰にやってもいいし、枕にもできるし。まだ夏季残ってる。バスタオルもうないんだよ。藤原豆腐店もないの。ないね。ジャートフェレンいうか、これ匠だもん。さっきのなかったの。でも兄弟の終わっちゃった、気づいたの。さっきのはないよ。あ、ないんだ、豆腐店の。うん、そばは本当に素豚だよ。メルカリからなんか来てるよ。ゆるキャン、あ、コメント来てる。値下げ誰か、あ、考えてませんだって。あ、そこにあるしれっと値下げ交渉してるの。え、ダメ。まあ別にどっちでもいいけど、3時間だもん、そりゃ早いよ。
あ、そう、うん、なんか分かんないじゃん。これ定価何ぐらいか知らないけど安いんだろうな。といくらだろうね、円のやつ、こっちだけすぐパチョンってなっちゃうから、パチョン、オーバーミー、オーバーミー、全然こっちばっかしちゃった。あー、こっちでやった方がいいのかな。こっちで復活したさせてみよう。お、
すごい人がいるんだけど、今日これが宿らしいよ。クマに会ったらもう食われて終わりだよね。うん、ここまで来るとやっぱゆるキャンも漫画買おうかなって気持ちになってくる。トングリボーンにバーモントカレー味だって。段階で雨だな。